マイケル・ブーブレはカナダ・ブリティシュ・コロンビア州バーナビー生まれの歌手、俳優。本名はマイケル・スティーブン・ブーブレ。母方の祖父がイタリア出身のためイタリアの市民権も持っている。妹は女優のクリスタル・ブーブレ。祖父の影響で幼少の頃からスタンダード曲を聴いて育つ。父の酒量などを手伝いながらカナダで芸能活動を展開。 10年以上の下積みの末、当時のカナダ首相、ブライアン・マルルーニーの礼状の結婚式で歌う、機会を得る。その時に歌った、マック・ザ・ナイフを、式に出席していたプロデューサーデイビッド・ホスターが見て、唯一無二の声。と絶賛。この運命的な出会いがきっかけになり、2003年に自身の名を冠した、デビューアルバム、マイケル・ブーブレを発売。 カナダイギリスオーストラリアのチャートでトップ10位を記録する。結果的にこのアルバムは全世界で400万枚を売り上げ、12カ国でプラチナディスク、3カ国でゴールドディスクを獲得することとなる。2003年からブーブレは音楽ディレクター兼ピアニストである当時23歳のアランちゃんと出会いその後の音楽活動を共にしている。二人は世界各国を回り TV や ラジオなどに出演している。ちなみに、ちゃんは、ブーブレの専属音楽ディレクター兼ピアニストを決めるオーディションに応募し、合格して専属ディレクターになった。二人の共同作業の主な曲は、ハブントメットユイエット、ホーム、コールドディセンバーナイトなどがある。2004年、カナダのジュノーショ賞で最優秀新人賞を獲得。同年夏には、スパイダーマン2のエンディングテーマを担当する。 2005年にリリースした2番目のアルバム、It's Time はアメリカでもヒットし、同アルバムからのシングル、コームがビルボード氏のアダルトコンテンポラリーチャートナンバー1を獲得したのをはじめ、全世界の売上枚数が450万枚を突破、2006年の樹能賞では最多4部門を受賞した。今作、ライブ CD、DVD、Caught in the Act が2年連続で、 グラミー賞にもノミネートされている。私生活では90年代の後半から付き合っていたカナダ人女優のデビー・ティムスとこの年に分かれている。二人はミュージカルレッドロック・ディナーフォーエバースイング1996年とディーン・レガン S ・フォーエバースイングでの共演をきっかけに交際を開始した。デビーはブープレのアルバム It's Time でバックコーラスを担当した。 ホームはブーブレがイタリアに滞在していた時に共同作業者と共にデビーのために書き上げた曲でデビーはホームのミュージックビデオに出演している。デビーと婚約までしたが2005年の11月に別れてしまった。この恋愛は後にブーブレがロストを作るきっかけになった。2007年3番目のアルバムコールメイレスポンシブル発売。 アメリカ、カナダ、ドイツ、オランダ、南アフリカ、オーストラリアの6カ国で初登場1位を獲得、売上枚数1200万枚を突破。日本でも同年7月25日に発売された。2008年映画、プラが起きた悪魔に出演したエミリー・ブラントと2005年から2008年7月まで3年間交際。エミリー・ブラントはブーブレの歌うメアンド・ミセス・ジョーンズの バックグラウンドコーラスを務めた。そして、ブーブレが作詞したエブリシングは、エミリー・ブラントのために書いたものであった。二人は、婚約をしていたが、ブーブレの浮気により婚約を解消し別れた。ブーブレは、この別れが彼にとって、人生でベストでもワーストでもあり、あまりのショックにしばらくの間、セラピーを受けていたことや、お互い若くて、ナイーブで愚かな間違いばかりしていたこと、 不安からたくさんの間違いを犯したと数々のインタビューで語っている。エミリー・ブラントは2010年に俳優のジョン・クラシンスキーと結婚をし、ブーブレはこの3ヶ月後に現在の妻であるアルゼンチンの人気女優でモデルのルイサ・ナラピラトと出会った。2009年4番目のアルバムクレイジー・ラブは発売と同時にアメリカ・カナダ・オーストラリア・アイルランド・イギリスをはじめ、 世界各国でチャート1位を獲得し、発売2ヶ月で売り上げ枚数400万枚を突破した。ブーブレは、カナダのトークショー、ジョージ・ストランブロプーロス・トゥナイトのインタビューで、ジョージ・ストロンボロポロスに、ルイサナ・ラッピラトとの出会いは、エミリー・ブラントと別れた3ヶ月後でちょうど別れた、痛みが癒えていない時であったと公言している。ブーブレは、アルゼンチン公演の後にあった打ち上げのホテルの、 ドライブウェイに祖父と一緒にいた時に40フィート先に綺麗な女性を目撃した。ブーブレは祖父に今までの人生で見たこともない美女を今見たと祖父に言うと祖父は見過ごしたという。その女性を見た瞬間、心に衝撃が走り、ブーブレは祖父にもう彼女には二度と会えないかもしれないと言った。打ち上げの会場にあるバーでお酒を飲んでいるとアルゼンチンのある 音楽プロデューサーがブーブレにアルゼンチンで有名な俳優と女優に会ってみませんかと誘い、連れて行かれた部屋にはドライブウェイで見かけた美女がブラッドピットをマッチョにしたような俳優と腕を組んで出て来たという。それを見て二人がカップルだと思い、諦めかけた時に二人がカップルではないことが分かり猛烈なアタックが始まった。ブーブレは翌日彼女と一緒にいた時に、俺は 君と結婚する。ここに戻ってきて君と結婚するから、と、ラピラトに告げたという。ラピラトの答えは、皆、私と結婚したいって言うのよね、と言ったという。この恋愛をきっかけに、ブーブレは、ヒット曲、素顔の君にを書き上げ、ミュージックビデオでラピラトを起用し、共演している。二人は、この年の11月に婚約をして、2011年の3月に、 アルゼンチンで結婚をした。2010年、第52回グラミー賞において、マイケル・ブーブレミー・ッツ・マディソン・スクエア・ガーデンが、ベストトラディショナル、ポップ・ボーカル・アルバムを受賞。2010年2月28日、バンクーバー・オリンピックの閉会式では、地元が生んだ世界的スターとして、カナダの純国家ともいえる、愛国歌、ザ・メープル・リーフ・フォーエバーを15分にわたりパフォーマンス。 王立カナダキは警察、アイスホッケー選手、カヌーなどのカナダの象徴的な名物が紹介される中でカナダの象徴的歌手として歌い上げた2010年3月よりアメリカカナダヨーロッパなどを回る大規模なワールドツアーを実施延べ動員数は約100万人近くとも言われる2010年のイギリスバーミンガムのコンサートである女性客が 前席からマイケルに、うちの息子は15歳で、歌が上手なの。一緒に歌ってほしいと頼んできた。その息子は恥ずかしさのあまり後ろの席に隠れていたが、マイケルは、僕も君と同じ15歳の時があった。舞台の上に来てくれ。と言って彼を舞台に上げ、お得意のフィーリンググッドを選曲し、一緒に歌うことにした。その男の子の名前は、サム・ホリーマン。 マイケルが最初のラインを歌い、今度はサムにマイクを向けて続きのラインを歌わせた。すると想像していた以上にサムは歌がうまく、マイケルは目を大きく開いて仰天し歓声を上げた。今度はステージ上に立って並ぶと、二人は大歓声の中で見事にワンコーラスを歌い切った。マイケルはこのサプライズを、この子はいつか X ファクターに出演して、 俺のキャリアをその辺のストリートに追いやっちゃうかもしれないな、とサムの豊かな才能をたたえて締めくくった。後にマイケルはニューヨークのラジオ局 WPLJ95.5 に出演した際、ホストのレーステーラーに当時の心境を語った。サムの母親がステージに寄ってきて自分の息子のことを語り始めたのはコンサートを一時中断させる行為だったが、 お客なので邪剣にもできず、それどころか話を聞いているうちに、とうとう彼女の推しの強さに負けて、サムをステージに上げることになってしまったのだという。この時、マイケルは、本心では、この子に、人前で恥をかかせてしまうのでは、10人しかいない。ところで歌って失敗しても人々は皆彼に拍手を送るだろうが、20万人もの人の前で失敗をしたら、 きっとヤジを飛ばされるだろうと心配しており、歌が上手なのは幸いだったとのことだった。この放送では、その後のサムの近況も語られていた。彼はこの出来事をきっかけに、本格的に音楽の道へ進み、2013年にはザ・ボイスのイギリス版に出演した。類いれなる才能、素晴らしい声との称賛を受けたものの、感情表現や蝶が声に合っていない、もっと時間をかけて、 自分の声について知る必要があるという理由のもと、敗退している。A、マイケル・スティーブン・ブーブレ A、デビー・ティムス A、サム・ホリーマン A、レイス・テイラー・ハット HTTP、ht t p. www. バーミンガム・メイル、CO、UK、ライフスタイル、ショービズスタフォード・シャー・ティーン・エージャー・サム・ホリーマン・ロックド -252 万4704。ありがとうございます。